白梅学園高等学校、青州中学校は、東京都小平市小川町一丁目に所在する私立女子校。高等学校と青州中校一貫部は、授業、学校行事、カリキュラム、校舎、制服等が全て別になっている。高等学校には進学コース、選抜コース、特別選抜コースの3コースがあり、白梅学園大学、 短期大学への内部推薦制度がある。青州中高一貫部は、6年間中高一貫部だけで、授業等を行う、完全中高一貫型である。2006年に、中高一貫教育を開始。高校課程から入学する生徒とは合流することなく、別の校舎で学習、生活をする。2020年度の特別選抜クラスの偏差値は66である。 自由、自主、自立の精神を培う。学力を高め、体力を養い、精神力をつける。民主主義と平和と自然を愛し、守っていく心を育てる。高等学校では13の運動部、20の文化部が活動している。運動部では陸上競技部とハンドボール部がインターハイ出場の経験を持ち、文化部では吹奏楽部が東日本大会出場の経験がある。 2019年陸上の日本選手権で女子1500メートルと女子800メートルで2冠を達成し初優勝した浦部蘭は白梅学園高校の卒業生。青州中高一貫部ではクラブ活動を授業の時間内に組み入れたエリアコラボレーション授業を実施している。近隣の大学などから専門家を招聘して指導する。ありがとうございます。